パッカード、パッカード、パッカードは、かつて、アメリカ合衆国に存在した自動車メーカー。20世紀初頭に創業、高精度、高品質を備える優れた高級車を生産し、その価値は持ち主に聞けというキャッチコピーと共に名声を得た。第二次世界大戦以前は同じくアメリカのキャデラック、ヨーロッパのロールスロイスや、デーブラー、イスパノスイザ、メルセデス・ベンツなどと並び、 世界を代表する名門高級車メーカーであった。だが1930年代の不況期、中産階級向けの自動車にも進出し、かえってブランドイメージの低下を招き、さらに1950年代には品質低下などの調落を重ね、結果としてブランド、企業とも消滅の運命を負った。1899年に電気器具賞だったジェームズ・ウォード・パッカード、 ジェームズ・ウォード・パッカードとウィリアム・ダウド・パッカード、ウィリアム・ダウト・パッカード兄弟が、ジョージ・ルイス・ワイス、ジョージ・ルイス・ワイズと手を組んで、オハイオ州ウォーレンにパッカードワイスを創業。クレニは、第一号車となるオハイオをリリースし、同時に、社名も、オハイオ・オートモビル・カンパニーに改称した。さらに1902年10月2日、社名を、パッカード・モーター・カー・カンパニーに変更。 やがて鉄道業と不動産業で財を成したヘンリー・ B ・ジョイの支援を得て1904年に本郷、デトロイトに移す。やがてジョイによってアルバン・マコーレが支配人に就任し経営名を取り仕切るとともに技術部門の責任者であったジョシー・ヴィンセントが高性能のエンジンとシャーシを開発。1915年には当時ほとんど例の なかった V 型12気筒エンジンを搭載した乗用車を発売し、高級車メーカーとしての名声を確固とした。アスク・ダマン・フー・オン・ズ・ワンのコピーは当時から使われ、後年に至るまで多くのパッカードの広告やカタログに、このフレーズが記されている、戦前の日本で輸入を扱った企業2社でのカタロ翻訳は、パッカードのマータイは、その所有者について聞かるべしであった。 1921年には大統領に就任した、ウォレン・ハーディングがパッカードで、就任式典へと赴いている。アメリカ国内では、アルジョルソン、ルドルフ・バレンティノといった映画スターや、ジョン・スター、ヘンリー・ルースなどの大富豪が、パッカードの愛用者となっていた。アメリカ国内においても、ベルギー、エジプト、インド、ノルウェー、ルーマニア、サウジアラビア、スウェーデン、ユーゴスラビア、 チリ、エルサルバドル、メキシコなどで政府公用車や貴賓車として強制られた。日本でも政府公用車として使用され、昭和戦前には皇室や家族にも愛用される最高級車であった。一般にも宮様か株屋の乗り物と言われ、貴賓層か、あぶくぜに植えた、陶器家でもなければ乗ることのできない自動車と見られていた。 竹久夢二による化粧品の広告コピーにまでその社名が登場したほどで知名度は高かった。しかし1920年代中期以降、ゼネラルモーターズやフォードモーターが大衆車から高級車に至るフルラインの販売戦略を取り始め、加えて世界大恐慌によってパッカードの市場であった高級車乗り上げが落ちてきた。これに対応する形で、 パッカードでは販路を広げるため、1935年に8気筒だが、中級、中価格カテゴリーに属するパッカード120を発売。それまでの高級感や品質の良さはそのままに価格を下げて、1月から10月までに24,995台を売り上げる成功を収めた。さらに1937年には、すでに中級車以下のクラスにカテゴライズされる6気筒。 モデルを投入しかし、パッカードが中産階級向けの車に進出したことは、従来絶対的な高級車であった、パッカードのブランドイメージを低下させた失策とも言われている。同時期には、他の高級車メーカーやフルラインメーカーも、在来高級車より若干階の廉価モデルを発売することで、市場縮小に対処したが、その多くは、 在来高級車と別の社名化、サブブランドとすることで、ブランドイメージの全体維持を図った、ゼネラルモーターズが、キャデラックの会に、ラサールブランドを新設し、フォードが、リンカーンの連価版として、イメージの全く異なる、ゼファーを発売したのがその例である。ともかくも、経営の維持が図られ、1941年には、新型車のパッカードクリッパーを発売する。しかし、 アメリカの第二次世界大戦参戦により軍需生産が優先され、パッカードを含む米国内各自動車メーカーの民生用乗用車生産は1942年で一旦中止されることになる。第二次世界大戦中は乗用車の生産は禁止され、パッカード社は1942年2月からイギリスの航空機用エンジンドールスロイスマーリンを ライセンス生産した。軍事工場は受注の推移により、戦況が予想できたようで、大戦終結前の1945年2月には、早くも民主生産への準備を開始した。しかし、生産設備を野外に保管していたため、対策を施していたにもかかわらず湿気によるダメージを受け、生産開始前に修理が必要になり、実際の生産が、 本格的にスタートできたのは1946年、入ってからであった。伝統的なスタイルを持った1942年型、パッカードのプレス型はすべて、ソビエト政府に売却したため、戦後型の生産はクリッパーのみでスタートした。ソ連の独裁者として君臨していた指導者、ヨシフ・スターリンは、パッカードの愛用者で、対数軸国戦略上、スターリンの起源を取るため、 当時のアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの仲介、大股、パッカードのプレス型がソ連に売却されたのである。これを利用し、ソ連のジス、ジス、後のジル工場では、パッカードそっくりのボディを持つ高級車が生産された。クリッパーは1947年まで生産されたが、登場時は革新的なスタイルだったクリッパーもこの頃にはさすがに、 古さを感じさせるようになり、1948年型では大規模なマイナーチェンジで大幅なイメーチェンジを図った。実際のデザイン作業を行ったのは大手の名門ボディメーカーであり、1941年以来、パッカードのボディ制作を受け負っていたブリックス社である。また、このモデルからステーションワゴンとコンバーチブルが新たに加わった。しかし、当時、 1948年下期までには、アメリカの主要メーカーのほとんどが、戦後型への完全なモデルチェンジを完了しおり、パッカードは遅ればせながら3年後の1951年型で、戦後初めてフルモデルチェンジした。1951年型は、パッカードにとって戦後初の全くの新型車である。ボディデザインは、チーフスタイリストのジョン・ラインハートが担当した。 経営面では1952年5月にジェームス・ジェナンスが社長に就任、従来の大衆化路線を見直し、高級車としての権威を回復する路線に転換した。これを受け1953年型ではロングホイールベースモデルやセミカスタムモデルが復活し、モデル名としてクリッパーの名称も復活した。1953年末、パッカードにとって、 非常に困難な事態が発生した。パッカード社のボディ製造を受け負っていたブリックス社が経営問題に乗じる形でライバルのクライスラーに買収され、パッカード社のボディの生産ができなくなるという事態が生じたのである。交渉の結果1954年型の生産は継続されることになったが、それ以降は拒絶され、 1955年が対抗は他社に依頼するか自社で生産するかの選択を迫られた。パッカード社はブリックス社の空いている工場を借り、棒でのみならず最終組み立てもその工場で自社で行うと決定し、しかし、旧ごしらへのラインで不慣れな工員に生産をさせたことが災いし、品質は低下、クレームが多発した。品質水準は徐々に回復したが、 解決までには1年以上を要し、パッカードのイメージと信用は大いに傷ついた。経営が悪化した、パッカード社は1954年10月に、中堅の中級車メーカーのスチュードベーカーを吸収合併し、スチュードベーカーイコールパッカード社に改組織協を乗り切ろうとするものの、一方のスチュードベーカーの経営状態も決して良いものではなかった。また、合併直後に、 スチュードベーカー側が、損益分岐点、生産台数を少なく見積もっていたという帳簿上のミスが発覚した。両者の合併に関しては、事前精査なしでフレンドリーな話し合いで契約を結ぶという経営が行われていたため、契約前での状況把握ができていなかったのであるが、このような経営では、事態は改善できず、また、多大な設備投資や防衛システムの受注失敗なども、 あり、1956年には、危機的状況に陥った。GM やフォード、クライスラー等に支援を要請したが断られ、最終的に1956年8月に3年の、期限付きで航空機メーカーのカーチスライトと、経営顧問契約を結んだ。しかし、カーチス社の真の目的は、子会社化した、スチュードベーカーイコールパ、カード社の累積赤字を利用して、 業績の良いカーチス社の税金を総裁、節税することにあったと言われており、そのためにスチュードベーカーイコールパ、カード社の業績は全く好転せず、契約が切れると、カーチス社は手を引きスチュードベーカーイコールパ、カード社の業績はますます悪化した。前後するが、1955年型では、トーションバート電気モーターを用いた前後関連式の 車高自動調整式サスペンションを用いたモデルを発売。販売は一時上向いたものの、同じ年に社名のクリッパーが商標権の侵害であるとして、パンアメリカン航空から訴えられ、1956年型は5車軸のリコール問題を起こすなど、高品質を誇ったかつてのパッカードからは、考えられないトラブルが頻発した。ブランドイメージ低下に加え、品質面での劣化も、 明らかになるなどで、市場の信頼は急速に低下し、販売は大幅に落ち込んだ。このためパッカードに見切りをつけ、他ブランド社、キャディラックやリンカーンなどに乗り換えるユーザーや、取扱い車種を他ブランド社に倶ら替えする販売店も続出した。また、この頃になると、大メーカーの激しいモデルチェンジ構成についていけなくなり、デザインも時代遅れになりつつあった。 販売台数の減少により、スチュードベーカーと異なる独自のシャシー、ボディを使用し続けることがコスト的に困難になり、1957年型以降は、スチュードベーカーのボディシェルを共用して豪華に飾り立てたものになり下がってしまった。スチュードパッカード、ストドパッカードや、スチュードパック、ストドパック、パックベーカー、パックベーカーといった不名誉なニックネーを頂戴したのはこの頃である。 その後も他社への支援の要請や磁期型の開発などパッカード延命の努力も続けられたが経営陣はパッカードブランドの存続は困難との結論に達し結局パッカードブランドでの自動車製造は1958年に打ち切られブランドは消滅したまた1962年にスチュードベーカーイコールパカード社はスチュードベーカー社に 社名変更し、会社名からもパッカードの名が消され、自動車メーカーとしてのパッカードの歴史は、名実ともに幕を閉じた。対象末期三菓子は紹介により輸入販売され、1931年に三菱財閥や川崎財閥等により東京の赤坂に設立された三和自動車、後に三和自動車に社名変更が日本総代理店。 朝鮮半島などの植民地も含むとなった。同社は、パッカードブランド社が消滅するまで代理店を務め、満州国の総代理店も務めた。なお、日中戦争の激化と国産社の保護政策により、1940年に外国社の輸入が中断されるまでの間に、多数のパッカードが日本と、その統治下に輸入され、皇族や家族、軍部や、 生在界の上層部に愛用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。